ジェームスさんは、兵庫県神戸市たるみく青山台、塩屋町付近を指す、通称地名である。スマリ宮公園周辺とともに、神戸市西部を代表する高級住宅街として、名高い。明治時代にかけて移住した、アメリカ人やイギリス人の多数の洋館が残ることで、知られ、大阪湾を見下ろす高台に位置する。ジェームス定外館サマセットモームの短編小説集で、ある、 コスモポリタンズの一小説である、困った時の友は、真の友、神戸に居住し、カメロン商会を経営していた、イギリス人貿易商、アーネスト・ウィリアムス・ジェームスが、当地に自邸を含めて、イギリス人のための住宅地を約60棟以上ほど開発した。やがて、ジェームスの名を取り、この地を、ジェームス山と称するようになった。ジェームスの没後、 宮廷とイギリス人住宅地を伊勢年男が所有したことにより、近郊住宅地としてのジェームス山が誕生した。青山台一丁目には、伊勢を検証する有記年間が立つ。また、塩屋の偉人館は1989年の映画、花の降る午後の撮影場所にもなった。ジェームス山開発を行う、塩屋土地株式会社は、 イウヤ家の資産管理会社でもあり、IG 交産、淡路フェリーボート、URA、ホテルアナガと共にグループを構成する。以上のバスが、ジェームス山地区へ乗り入れる。この他に、ジェームス山地区内で平日昼間に限り塩屋北町、循環バスが運行されている。田村2 0 0公益財団法人、有益年会塩屋土地ジェームス山産業電機。 u えブランド輝き醤油 -asai.com2007、AH、年3月30日産業電機、同族経営の終焉ネットアイビー神戸、新築のジェームステイ、ジャパンアーカイブズ2020年1月27日、閲覧。塩屋の邸宅文化を伝える旧ジェームステイ2014年9月号、神戸っ子アーカイブ。2018年8月9日閲覧。神戸旧ジェームステイ、 オーダーメイド家具の長田良介商店神戸の、王風家具店神戸市指定有形文化財神戸、リマの結婚式場、ジェームステイモノリース。いつまでも記憶に残る美しいウェディングを神戸の、旧貿易商定宅レストランジェームステイ。文化財の歴史的洋館で、結婚式、神戸の旧ジェームステイが、婚礼施設に。n a r i c o m ハット、別品サンロケ地。 バンドーやお屋敷洋館は、旧ジェームステーロケティ b 級グッケンハイム邸、神戸市小屋の洋館神戸ジェームス山イオンジェームス、三点神戸市、ジェームスサンサティ、ジェームス山自動車学院。ありがとうございます。